はい、皆さんこんにちは、ムーンです。今回はね、前回の動画で言ってた通りにとことんクエストの50回挑戦していこうと思います。はい、でデッキについてはこれじゃなくてアルルアリドカなんですけど、これでいこうと思います。はい、昨日もちょっと言ってたけど、青パーでアルルとウンディーネとマグロくんを入れたデッキですね。あと漁師入れたデッキです。で、控えの方については適当です。はい、トップの方で勝てればいいかなって感じでやっていこうと思います。それではスタートします。50回ね、これクリアすると星5の魔導書、秘伝書が手に入るから勝ちたいですよね。本当負けたくないけど、負けちゃったらすみません。ってことでサポートを設定します。はい、お待たせしました。リーダーもサポートもアルルでいきます。コール先生はもちろん怖いんですけど、クルークが怖いかな。全体攻撃してくるからね。アミティはまあね、得意属性だから青の方があんまり怖くないって言ってると絶対やられると思わなくもないよし、行こう、行きます、出発。これが終われば私のとことんクエストも終わります。もうあとはね、収集に向けて気持ちを整えるだけ。もうね、ガチャがね怖い。いや、なんか魔導石セールやるんですよね。ちょっとね、買っちゃおうかなって思ってるんですけど。あ、やっぱり50回も来ると結構硬い。そう、私なんか今までね、最高だとね90回ぐらいまでとことんクエスト行ったことがあるんですけど、もうね、そこまで行くとね、なんかね、こういう普通のステージに出てくるキャラクターたちも怖いんですよ。特にパプリス、パプリスって一旦なので攻撃の感覚が、でなおかつなんか攻撃力も結構高いってなるとね、そのパプリスで死んだりとかもしました。もうね、怖い怖い。漁師が発動しないかな、そろそろ。まだかな、まだだ。次4ステ目で1回出てくるんですね。よし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 、1個消せばいいかな。青は消したくないで、回復も消したくない。いっか。そう、本当にもうね、ぽよ消し得意になりたいです。もう本当下手っぴです。どうだ、うん、よし。で漁師発動します。そう、収録の話になるんですけど、前までね、私、あ、これは分かんない、これ分かんない。もういちいち話飛ぶな。ごめんなさいね、本当に。そう、今までね、iPad でね、収録してたんですよ。なんか最近ね、そういうパソコン周り、結構、環境がガラッと変わりまして、そう、で、iPad で撮影してたのを、iPhone6 に変えたんですよ。そう、今までね、スマホはね、Android 使ってたんですけど、やっぱりこういうね、実況をするってなると iPhone に変えた方がいいかなって思って変えましたっていう報告ね。あんまり興味ないですよね。あー、でまだ10個だから、青消しながら行くといけるかな。あんまり消えてないね。はい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 。で、あ、よし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 。そう、ここでね、私ね、今までね、マグロくんとアルルだけでね、乗り越えられようかなって思ってたらね、やっぱりね、40回だとね、無理でしたね。ってことでね、ウンディーネと、マグロくんと、あとアルルを1体、スキルを発動します。どうかな？はい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 。そう、結構ね、硬いでしょ、倒れたけど。はい、あー、それで一番最後のステージまでにね、またこのウンディーネとマグロくんのスキルがたまればいいかなって思ってるんですけど、どうだろうどうだろう。よしよしよし。で漁師が来たから漁師を発動させて、
本当漁師って優秀ですよね。なんかこうね、トコクエのねステージだとね3回ぐらいにスキル発動してくれたりとかね、まあスキル上げしてたのもあるんですけど、本当に優秀だと思う。うん、30個だしねスキル発動するの。まあね、何度も何度もね彼らには助けられましたよ。本当おすすめのカードです。なんかね、何から育てればいいですかって聞かれたら、やっぱりあの初代とか魔導とかはもちろんですけど、でもやっぱり、ね、漁師も入れるかな、入るかな。よし、来た、発動してない、やばい。じゃあここはお邪魔ぷよが嫌だから一回アルルを発動させようかな。他のぷよで、うん、一旦がね怖いからね。いや、リーダーじゃなくて控えのアルルを発動させます。ちょっとアコール先生狙いでいこうかな。あー、ミティの方が良かったかな。硬い。うーん、もういいや。はい、どうだ。アミティの方がいいかな。ちょっと、あー硬いね、やっぱり。あー、全体的に硬い。あー、ちょっとね迷走してます。アルルを狙うか、アコール先生を狙うか。あ、クルークの方がいいか。こっち7個であと発動すんのか。はい、これね、クルークがね超怖いな。こんな食らっちゃうんだ。じゃあクルーク狙いでいこう。怖い。はい、どうだ。あ、よし。あ、よし。じゃあ、あとは、アコール先生のお邪魔ぷよだけ気にすればいいから。どうだろう。でも、そう言いつつも全体攻撃してきたっけ。怖いな。はい。はい。硬いね。ほんと硬いわ。どうしようかな。それここは発動しないで貯めますかね。回復したしね、みんな。どうだ。はい。うん、あ、もうね、なんか緊張すると無言になっちゃう。きっとコーラ、あ、よし。もうそうなんですよね、お邪魔ぷよさえね片付けてしまえばね攻撃してくることはないんでね。で、まだウンディーニのスキルが2つ余ってるから、いっか、まだ発動しないで。よいしょ。うん、で、マクロ君が来たから発動させて、で、漁師も発動させて、で、アルル行きましょう。すいません、ちょっとね、LINE のね、通知をオフにしてなかったので入っちゃいました。すいません。はい。やったー、クリアー。あ、ついでにあれだ、あれですね、あのデイリーミッションの方も攻略してましたね。やったー。ってことで、私のトコクエここで多分終わりました。はい、で、どうだろう。はい、紫の秘伝書ゲットしました。誰に使おうかな。皆さん秘伝書って誰に使ってます？なんか私ね、今までね初代にねずっと使ってたんですよ。でもね、なんかね、
今のギルドの人に聞いてみたら、なんかグリープとか、あとあの毒の子フラウじゃなくて、あ、ヤナ、そうヤナに使ってるって言って、あ、なるほどねみたいな。そう、初代とかってまあガチャたくさんしちゃいますけど、あの同じもの手に入ればスキル上げできるじゃないですか。だから私もうそっかみたいな、そういうのに使った方がいいんだねってちょっと勉強しました。はい、ね、何に使うかはちょっと考えてからね合成してみようと思います。ってことで、とことんクエストの実況終わりですね。はい、次回はね、もうねやること決まってるんですけど、ガチャですよね、クリスマスのガチャ、あれの収録をしようと思いますので、次回もぜひ見てください。それではバイバーイ。